イスキア島はイタリアのナポリ湾の西部に浮かぶ火山島。フレグレー群島最大の島でプローチダ島とビバラ島の西に位置する。面積は約46.3平方キロメートル。最高地点は787メートルのエポメを3である。イスキア火山は火災級溶岩ドームの集合体で、 火山活動は遅くとも15万年前から始まり、およそ5万年前に大噴火を起こした。最後の噴火は1302年である。島民はおよそ7万人で、そのほとんどはどう畑の仕事で生計を立てている。前8世紀半ばごろ、ギリシア人が植民シピテクサイを設けた。ギリシア本土やイベリア半島を結ぶ。 地中海港駅の中継地としての役割を果たしたほか、近隣でエルバ島の鉄鉱石を用いて金属加工を行っていたように、ギリシア本土では乏しい金属資源を入手する狙いもあったと推測されている。イスキア島の行政は6つのコムーネに分かれている。日本の佐藤初めの森のイスキア、他による各地の海のイスキア、緑のイスキアなどは、 心が休まるところとしてのイスキア島の名称を借りている。イタリアの第4期火山隊のタイプ。モリア一を、2017年6月閲覧ベゼリー。1988。AB イタリアイスキア島素面岩中のアルカリ長石。中野里氏。2017年6月閲覧ヨーロッパ。火山気候。第2章イタリア静岡大学。 小山正人、2017年6月閲覧、大久保正弘著、地球の歴史を読み解く、ダイエル、地質学原理省約マイナス古今書院2005年65ページ、青森の森のイスキア。ありがとうございます。